吉谷さん、顔出しをせずに稼ぐとかね、そういう人いますよね。で、この前ね、すごく面白いことをね、思いついたんですよ。で私の住んでる町には、一蘭っていうところはないんですけども、まあ、いわゆる田舎のラーメン屋があるんですよ。で、その田舎のラーメン屋に私は今ね、えー、好きで結構通ってるんですけども、会見の後に、その店の大将が、あの厨房からね、 出てきてきどうもいつもありがとうございますって感じで笑顔であのまででま来てて頭下げてくれるんですよやっぱりこう顔が見えるそのねマスターの顔に見送られるとおなんかまた来ようかなと思うんですよねでも一蘭っていうラーメン屋って思えば誰が作ってるのかオーナーは誰なのかって全く分からないんですよね単なる一蘭っていうラーメンに対してだけ言ってるんですよ、まあ、そう考えたら 商品やブランドにパワーがあれば別に顔が見えなくたって売れるなと思うんですけどもそういうのがないうちは田舎のラーメン屋じゃないんですけども、うん、誰が作ってどんな名前でもっと言ったら、あのー、趣味趣向はどうなのかとかね、うん、なんか元気さはどのぐらいあるのかとかね太ってるのが痩せてるのかなんかラーメン屋の大将って太ってる方がなんとなくね美味しそうに見えるんですよね <laughs> そういうのがあってまあ自分が小物だと思ううちは 隠れてててここそこそ売売るんんじじゃゃななくてまあ顔出して名前出しし名前方が売れやすいんじゃないかなって気がしますけどね、まあこれがだから令和の時代はねウーバーイーツとか言ってからねはっきり言って誰が作ったのかよく分かりませんゴーストキッチンってのもあるぐらいですからでもやっぱりそれはそれで売れてるんですよねだからいろんなチャンネルで受け取り方っていうのができてますからこれじゃないとダメっていうのはあるけども自分がどっちなら扱えるかってこと そしてお客様がどっちを求めているのかってことこれをよく見ることかなと思いますねかっこいい言葉で言ったらねマーケティングって言うんですけどねマーケティングって言うけどもなんか横文字にしたら高いレベルのことやってそうだけども集客して販売してるだけですからね,ねマーケティングイコール集客プラス販売 <laughs> 漢字で書くとこんな感じです横文字令和風の横文字にするとちょっとねスタイリッシュに見えるだけでやってることは昔から変わってないですよね信頼関係構築して 商品による信頼なのか、広告による信頼なのか、商品を紹介するタレントさんの信頼なのか、それとも、店のボスが出てきて、俺の作ったラーメンですっていうのかね、俺の作った商品ですっていうのかですよね。様々ですね。じゃあ行ってらっしゃい。